今回の動画では XH2S をまた触ってきましてそこで気づいたことを一つシェアしたいと思います。 この画面に出ていますように、h 2 6 5で 4K60P10 ビットで保存したときに、50Mbps っていうビットレートを設定できることが分かりました。XT4 の時はですね、どんなに下げても 100Mbps だったので、その半分の小さいビットレートで 4K60P が保存できるということで、これ一つあの魅力的な機能なのかなと思ってます。まあ、もちろんそのプロの人たちはですね、高いビットレートでより高画質っていうのを目指すんだと思いますが、まあ、私のようなで こう一般ユーザーにとってはですねこの動画っていうのはどん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 このストレージを圧縮しますので圧縮っていうのはいっぱい使ってしまうのでそういう意味でもこのビットレートを50メガっていうのを選べるっていうのはすごくいい話だなと思ってますソニーのですね α7S3 とか α74 とかではですねあの同じく45メガとかを選べるので、まあ、やっぱりこの少ないビットレートっていうのもですね一般ユーザーにとっては いい機能ですよねでこれ、の使用書にもですねこの赤字のところにですねこの 50Mbps という表記があったんで、私ももしやと思ってたんですが、これがその 30p とか 24p の時だけ選べるのかなと思ってましたが、今回、実機で 4K60p で 50Mbps を選択できることを確認しましたので、一部の人にはですねこの機能、すごくいい情報じゃないかなと思いまして、動画を作りました。以上です